はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。いいピアノ入ってきましたよ。ヤマハの U5A ですね、U5A です、だいぶ古いモデルですけども、結構ね古く感じないんですね。新しく見える綺麗な色ですね。明るい木目の珍しいタイプですね。ヤマハではあんまり見かけないモデルになります。これです、こちらです。すごい綺麗ですね。外装の傷もあんまりなくてですね、大事に使ってはったかなーっていうね感じがしますけども、色、木目の色合いがすごい明るくて、まあ U7みたいなね、ああいう色合いですよね。蓋の上もねあんまり傷がない、ちょっとこうくすんでますけど、この辺はあの吹き付けすれば全然ね大丈夫なんで、はい、すごい綺麗です。ペダルは3本、足はこういう風にね、まあ、なんか金の横の線が入ってます。横から見たらこういう感じ、こんなデザインですね。 U7 によく似てますね。 U7H にね、柱が6本、あ、ヤマハで6本いた。やっぱこの時代めっちゃ柱多いですね、ヤマハのピアノね。 1,2,3,4,5,6 本ですね、評判こんな感じですね。 U5A、 パッと見たら USA に見えますね。 U5A です。はい、状態ですね。これは名古屋から買い取りしたのかなね。はい、中もちょっと見てみましょうね。はい、ちょっとフレームが色が変わってますね、まあ、年代経ってますから中こんな状態。製造番号は2632319かな。はい、中はねちょっと色きれいにする必要ありますよね。はい、それでは音を聞いてもらいましょう。おお、なります。ヤマハ、あー、よくなります。低音が、言うことないですね。古くても全然大丈夫。昭和40年代ぐらいかな、記録入ってないかな。あ、あったあった、記録表を見ると、昭和30年代でした。全然古く感じませんね。へえ、最初の調律がですね、ちょっとお名前が映らないようにだけね、技術者の、こうしようか、これくらいの感じ、こんな感じですね。最初これ作ったのは昭和38年ですね。最初の調律が昭和39年、これぐらい、こんな感じですね。はい、最後の調律がいつまでしたってのかなね、平成27年まで調律してありましたね。ここに記録が書いてありますけどね。というピアノです。昭和30年代、50年前のピアノです。全然大丈夫なんですけど、美しいですね。ピアノって素敵ですね。本当に、50年前のピアノがこんな美しい音色を奏でてくれるっていうかね、まあもちろん元タッチ調整、そういう音色調整もさらにしていきますけどね、古いピアノですけども、こういうピアノ探してたっていう方はお知らせください。それではさよなら。